1974年2月19日生まれ、今日が50歳の誕生日のプロ野球選手は誰でしょう。現役14年間で1036試合976安打、打率2割9分2厘というアベレージヒッターでした。左投げ左打ちの外野手、東京都出身。 PL 学園高校、青山学院大学、東芝の経歴は応援歌にも取り入れられました。97年ドラフト4位で阪神に入団、1年目から3割2分7厘をマークし、新人王争いに加わりました。2年目3年目は規定打席に到達しましたが、2001年以降怪我に泣き、2002年オフ野口敏弘選手とのトレードで日本ハムに入団。10年オフ戦力外通告を受け、オリックスへ移籍しましたが、1年で退団し、アメリカの独立リーグに渡り、14年引退。 DeNA で7年間コーチを務め、現在は独立リーグ石狩の監督です。坪井智親さんでした。